ラシオタは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、ブーシュイコール・デュローヌ圏のコミューン。マルセイユの東約 31km の地点にある、ベック・ドレー・グルガン、ラシオタ・コート、ノートルダム・ド・ラ・ソンプション協会現在は別個のコミューンであるラシオタとセルスとは、15世紀まで一つの定住地を形成しているだけであった。ラシオタとは、プロヴァンサル語で、ラッチャタと、 ラッチャタといい都市を意味していた。一方で、セルストの名はラシオタとの境にある壮大なベックドレーグルガンにちなんでいる。ラシオタの丘に人が定住したのは新石器時代後期である。最初のラシオタはセルストに依存したわずか200人ほどの存落であった。キリスト教聖職者たちが一体にかなりの権力を持っていた。海上交通で経済は繁栄し、 ラシオタの町は次第に自治を求めるようになった。1429年にはコミューンの土地をめぐってセルストと争っている。セルストから分離した後のラシオタの成長は目覚ましく、砦や城壁が建てられ、教会の運営は、教会自身が行った。反乱が起きてジェノバを追われたイタリア人世帯が移住してきてから、1720年にプロバンスを荒らし回った。 国士病はラシオタを襲った。しかしラシオタ住民は自らの勇気と組織で危機を乗り越えた。彼らは薬病から自らを守るため外来者を入れぬよう城門を閉じたのである。マルセイユの中東軍が薬病を逃れ避難してきた時、住民はこれを阻止した。港湾都市であったラシオタは倉庫事業に転換した。特に倉庫に保存された小麦と食品は プロバンスやマルセイユへ向けてラシオタを出発するため一帯の基金から町を守ることにもなった。16世紀には港湾都市として経済発展の時代を経験した。1622年に作られた造船所は20世紀の間に多くの所有者の間を転々とし、1980年代半ばの経済危機によって閉鎖された。1895年に ルミエール兄弟がラシオタ駅への列車の到着を撮影したことから映画発祥の地の一つとされる。1895年9月、町内にある上館で内輪の上映会が行われており、現在でも市内の展示ホールで当時の映像が上映されている。ラシオタは夏季のリゾート地として転換を図り、2000年代にはカジノがオープンした。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ロンリープラネットの自由旅行ガイド、ナイフツプロバンスコートダジュール P134、メディアファクトリー。 2003年 i s b n 4 8 4 0 1 0 8 0 5 6 h t t p c a s s i n i e h e s s f r c a s s i n i f r h t m l p h i s p h p select. リザルトットイコール 9503https コロンスラッシュスラッシュ w w w i n s e e f r スラッシュ fr スラッシュ stiques スラッシュ 3293086? ジオイコールコムマイナス -13028http コロンスラッシュスラッシュ w w w i n s e e f r ありがとうございます。